はい、どうもご視聴ありがとうございます。帰り道ということでですね、こちらのゲーム振り返らずに帰るだけのアンリアルホラーアドベンチャーだそうですね。まあ振り返らないで帰るだけということでシンプルで簡単だなっていう感じでございますが、まあやっていきましょう。で、こちらのゲームですね、キテレツ怪異相談ダイヤルとかと同じ作者さんのゲームとなっております。ということでやっていきます。今画面全体に白黒の道が映し出されましたと。何も映らなかった Windows の方は設定し直す必要がありますと。そこは大丈夫、映ってるね。白黒の道というか設定が完了したら、はい、でマウス操作でお願いしますと。じゃあやっていきましょう。画面の明るさはまあこんなもんでいいんじゃないかな、別に。で、BGM 音量は長時間聞いても疲れない音量に設定してください。まあこんなもんかな。この声がちょうどいい音量で聞こえるように設定してください。はいはいはい、ちょうどいいね。ちょうどいいかどうか知らんけど、危険って何安全、普通、警戒。じゃあ普通でやってみようか。おすすめ、おすすめが、おすすめなんてねえよもうホラーのおすすめって。初期設定完了しましたと。じゃあやっていきましょう。はじめからここで各種設定で変えられるのかな。そしたら画面サイズもちょうどよくなるかな。よし、じゃあやっていきましょう。はい、ジャンプスケア、ジャンプスケアあるので苦手な方はご注意くださいという感じですね。低周波、おお、びっくりした、いきなりジャンプスケア。みんな早いな、何を急いでるんだろう。さっきあんなことを言われたのにまるで気にしてないみたいだ。あんなこと、僕もちゃんと守れるかな、あの言いつけ。皆さんよろしいですか。お、喋った。帰り道は大変危険です。あ、そんなに。無事に帰れるまで絶対に振り返ってはいけません。帰りの会で、帰りの会でそんなこと言う。何があっても後戻りせず進み続ける。まあホラーゲームだとよくあるよね。これを忘れないでください。魔女の家のなんか一部分とかでもあった気がするわ。振り返ったらどうなるんだろう。そこまで教えてほしかったな。ダメと言われれば言われるほど、うん、気になる。まあ最初はちょっと真剣にやろう。ほんのちょっぴり後ろを見るくらいなら平気かな。何してるの。あ、声聞こえてきた。あ、後ろ見てる。バカ、いや、それ以上頭を後ろに向けるなよ。お前ギリギリホラーの顔してるけどな。やれやれ、まったく危ないな。はい、さっき言われたこと忘れたわけじゃないだろう。ああ、でもお前もそうなんだよね。もちろんだとも。でもすっかり油断した。後ろから声をかけられるとついつい振り返ってしまいそうになるね。道の真ん中でぼーっとしてるからそうなる。お前もちょっと後ろから声かけるのちょっとなんかあの、なんかな、この状況下でそういうことしないでほしいな。こんな時に何か考え事でもしてたのか。まあまあまあ、ちょっとね。いやー、ちょっとした好奇心さ、振り返ったらどうなるか試しに。バカなこと、バカなこと。考えなくともわかる、良くないことが起こるんだ。これが当たり前なんだこいつらにとっては。間違っても試したりするなよ。今は勝負に集中するべきだ。勝負、はて何のこと。そうね、勝負と。聞いてなかったのか、まったく信じられない。そんな怒る。誰が一番に帰れるかみんなで競争してるんだ。あー、なるほどね。用意ドンの合図でみんな走り出していっただろ。あー、そんなお前も説明してる余裕あんの。いけない、そうだった、言いつけのことばかりで忘れてたよ。このままだとビリッケツだぞ。じゃあお先。なるほどね。まあとりあえずあんまりゆっくりしすぎたら今度は負け犬になっちゃうと。負けは嫌だけど走りたくないな。今から急いでもしょうがない、僕はのんびり歩いていこう。前にいるやつらが死んでるかもしんないしね。じゃあ前に進みますと。見るって何。見る、参道、長い参道がずっと向こうまで続いてる。草木、木がいっぱいで草はぼうぼう。はいはい、ぼうぼうだね。まあ前に進むか。あ、なんか落ちてる。たまにあるよねこういうね、なんかね、窓ハンドというかね、何か落ちてる。なんて、後ろ見てって言った。振り返らないよ。あ、振り返らない、振り返らない、振り返らない。 QT で押さなきゃいけないんだ。振り返らないよ、しないという行為を押さなきゃいけないんだ。振り返らない、たまに振り返るあるだろこれ絶対将来的に。あ、もう産地がやばいことになってる。振り返らない、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 振り返らない。絶対振り返る出てくるだろ。多いな、終わったよ今の声は。一体僕が最後尾のはずなのに。こういう、もしかして友達、これ見ると産地が下がるのかな、上がるのかな。産地ってどっちなの、下がったらダメなの。小気度だよね、小気度だから、だから下がったらダメってことだよね。見ない方がいいってこと。じゃあこういうのも気にしない、もうこういう危なっかしいもんは気にしない方がいいのかもしれない。俺はもう今回真面目に
1回目は生きて帰ること、絶対に生きて帰るぞという気持ちでやってるから、いろいろ見ようとかいう気持ちはない。帰る、絶対に帰る。うわ女の子だ、これは大丈夫だね。女の子には声かけた方がいいね。僕を呼んでる、なんだか怖いな。どうしたの、後戻りしない。後戻りはしないよ、しないしないしないだから押す。分かんなくなってきた。後戻りはしないって。おい、なんかちょっと顔が変だね。失礼な話ですが、おいと、後戻りしないって。何、おめめないの。いやーよ、後戻りしない、後戻りしない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 、後戻りはしない。おお、右耳から、あたあ、やばいやばいやばい、振り返らない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 、絶対に振り返らない。やだよ、ああおし、逃げろ逃げろ逃げろ、振り返らない振り返らない振り返らない、この場でしゃがみ込もう、もう振り返らない振り返らない、走ってるのにちょうだいってばというか、振り返らない振り返らない、押すのに必死すぎてちょうだいってばに意識がいかない。もう俺は振り返らない、多分こいつもそう、今走ることに必死で声には集中できない。とりあえず走ろうという、前に進む、見ない方がいいんだよね、長い参道がじゃなくて前に進むよ。もうこれも知らない、見ない、だって見ない方がいいもん、絶対見ない方がいいもん、前に進むよ。うわぁ、なんだよ、あれ友達じゃなかった今の女の人、これも無視したいけど無視できないね。今度は何、髪の長い女の人がいる、くちゃくちゃ聞こえるのは何だろう、なんか食べてる、後戻りしない、なんでだよそれは、なんで今、逆に QT 失敗したらどうなんの、後戻りしないって、後戻りしちゃうの、あーだから怖いのか、怖いから後戻りしちゃおうって思うけど、それを俺は今必死にやめときな、戻っちゃダメだよと俺の正しい人格が言ってる、後戻りするなと、後戻りして得することはない、人生と一緒この道は、後戻りはダメ、前に進み続けることだけ、それが唯一の道。私の卵知らない、知らん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 、どこへ、あ知らん知らん、あなたの卵は知らない、なんて ASMR みたいになってる、お顔見せない、振り返らない、怖っ、行くぞ、後ろにいる、ボタンを押すことだけ集中しろ、ちょっと待って、こいつ後戻しした、多いな、こっちを見ろって、こっちを見ろって、うわ、逃げろ、逃げろ、頑張れ、頑張れ、死ねって言ってる、死ね、死ねって言ってる、死ぬ、死ぬって言ってる、急ごう、多いな、多いな、死ねって言ってる、直接的だ、悪口が直接的だ、これが、私があなたのお母さんよ、違うよ、いや、振り返らないよ、絶対来ると思ったよ。お寺前の T さんにいて助けられた俺は、前に進むけどこれがあの死ねにモザイクを入れるタイプの YouTuber だったら編集がめちゃくちゃ大変そう。お寺だ、行こうか、とりあえず本堂、目的地本堂な、俺が寺生まれだった、もしかして寺、あお父さんなんかいる、おばあさんがいる、おじいさんみたいなおばあさんだった、おばあさんみたいなおばあさんだった、よく見たら、ばあば、おい危ないぞここ、ずっと後ろ向いてるじゃん俺から見たら、賽銭箱だ、霊夢の賽銭箱、ばあちゃん大丈夫、生きてる、何、お賽銭入れてからにしやって、は、右に進む、右に進もうか、いいの、右は OK、 家に近づく、これか、あ、お家なのね、あんたのお家そっちよって、なあほな、なわけないでしょ、一番怖いわ俺の家がこれっていうの、だってホラーは今日怖ぎりだけど、ここまで来られたんだ、ここが俺の家っていうのは一生続くもん、やだよな、もう無理だと思うよ、なんで、君しか残ってないんだもん、ああ、みんな脱落しちゃった、脱落、振り返って、ハンター試験みたいな、後戻りしたり、ああ
僕はそうだよね。変なのに襲われてダメになっちゃった。あら、あらららら。みんなね、君が来るのを待ってたの。あ、俺の家に？君と遊びたいんだって。お迎えが来るまでずっとここで遊んでいたいんだって。どないしたらいいですか、僕は。付き合ってあげなよ。後ろを見るというか家なんですが。勝ったら先に進んでいいんだってさ。勝ったら先進んでいい。負けたらそこで終わり。はあ。終わり？終わりっていうのはね、僕が後ろから君をずっと監視して。怖。で、もし君が負けたら。どうしたらいいですか。どうしたらいいですか、僕は。こうやってね。お。顔に触れてね。エッチだ。首をねじ切ってやることさ。エッチじゃない。せいぜい頑張りなよ。え？どうしろと。物理攻撃は卑怯だろ。前に進んで、俺の家広い。意外と未来はあるかもしれない、俺の家にも。あんな廃屋みたいな家だったけど。だるまさんが転んだしよ。やだよ。デスゲームのなんか典型じゃん。僕が後ろを向いてる間に歩いてきてね。はい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 。さあ、新しいルールが追加された。僕の肩にタッチできたら君の勝ち。はい。じゃあ行くよ。行きましょう。だるまさんが転んだ。はいはいはい。だるまさんが転んだ。はいはいはい。ちょっと前に。だるまさんが転んだ。はい。後ろを振り返るとか出てきそうだ。だるまさんが転んだ。ゆっくり。攻めない。だるまさんが転んだ。攻めない俺は。守りの剣棒と。だるまさんが転んだ。ゆっくりゆっくり。でもデスゲームだったら時間制限あるからな。だるまさんんだ。だるまさんが転んだ。うん、さんが転んだ。さんが転んだって言いながら振り返っとる。だるまさんが転んだ。うん、ちょっと余裕あったな。まあこれで攻めないのが大事。だるまさんが転んだ。さんが転んだ。だるまさんが転んだ。さんが転んだ。あ、進んだ。近づきたくねえな。だるまさんが転んだ。転んだ。近づきたくないね。肩にタッチできる？だるまさんが転んだ。うん。長期戦だな。だるまさんが転んだ。おお、今のセーフだった？だるまさんが転んだ。はいはいはい。だるまさんが転んだ。あんまり前進めんな。だるまさんが転んだ。はいはいはい。だるまさんが転んだ。進まねえな。ちまちまやってるから。だるまさんが転んだ。危ねえ、押せなかったからよかったけど。だるまさんが転んだ。はい。ゆっくりすぎる？カットするぞ。もうさんが転んだ。日和すぎてるんだよというか俺がシンプルに。だるまさんが転んだ。いや、もう日和すぎてる。だるまさんが転んだ。だじゃないのよ。前に進めや。だるまさんが転んだ。全然進む気がないね。肩タッチしなきゃダメ？違うな。もういいだろう、許して。だるまさんが転んだ。まあ進まない。だるまさんが転んだ。4つも押したのに。だるまさんが転んだ。めっちゃ押したよ、もう。進まねえ。よしよしよし。だるまさんが転んだ。もうまたあるだろ、ホラー演出ここで。だるまさんが転んだ。進んでください、お願いします。あ、よしよしよし。だるまさんが転んだ。もう肩タッチしろや。だるまさんが転んだ。うわ、危ね。だるまさんが転んだ。肩タッチできないの？こんな長期戦のだるまさんが転んだ。俺は聞いたことがない。またひよったな。
よしよしよし。だるまタッチする、タッチする。いや、タッチしろよ。それはタッチしろよ。怖い怖い怖い。だるまさんが転んだ。だじゃなくて。うわ、捕まった。うわ、捕まった。よしよしよし。長期戦だね。すごいね。すごいのか？楽しかったよ。あ、よかった。満足してくれたならよかったよ。じゃあね。つまんないの？なんで？すぐ負けると思ったのに。おお、負けたゲームでつまんないっていうのは良くないよ。俺も気持ちはわかるけど。君を待ってるよ。クソゲーって負けたら前に進む。あ、いる。次の子だ。頑張らなくていいよ。あ、サボローがいる。みんながいるんだから。サボローだ。前に進む、前に進む、前に進む、前に進む。うわ。かわいそうに。何が？バカ正直で呆れちゃう。あ、俺が？前に進む。俺にできることは前に進むことだけなんだ。時間気にしなくていいのがいいね。だるまさんが転んだ。やだ、俺嫌い、それ。右上げてってやつ。これ貸してあげる。白旗あげたい。最初は下ろしておいてね。はい。じゃあ行くよ。死んだらこっからやり直せるんですか？ちなみに。シールあげないで。シールあげない。はあ。アッカさんげないで。アッカさんげない。じゃあ赤あげろと。シールさんげないで。シールさんげる。なんでだよ。どう、赤は触っちゃダメってこと？ルールがわからん。敗北。旗揚げに、ああよかった、旗揚げからやれる。え、あ、その状態からってこと？あと白下げないでって言われたらさ、白上げたらいいの？それとも白下げないという行為をすればいいの？だから下がってる白はどうしたらいいの？白下げて。だから白下げて。赤下げないで、赤下げる。これ下げてる、赤下げてる、赤下げて、赤下げてる、白上げて、白上げてる、はい、白下げて、白下げる、赤下げないで、赤下げる、下げてる、下げてる、白上げないで、白上げる、上げる、白上げないで、白上げない、上げない、白下げないで、白下げる、白下げてる、赤下げて、赤下げてる、赤あげて、赤あげる、赤あげないで、赤あげない、あげない、白あげて、白あげる、白下げないで、白あげる、あげてる、白下げて、下げる、そこまで、おいし、君すごい、よしよし、すごいだろ、楽しかったよ、ちゃんとね、ありがとう、大学出てるから、じゃあね、よし行こう。なんだよもう、何、早く負けないかなって待ってたのに。負けたけどな、一回もう。ごめんな。次は勝てっこないよ。結構ギリギリだったわ。行った行った。行きましょう。前に進んでた。次何？いろいろキノコ？バカみたい。何？うるさいな。負けるに決まってるのに。旗揚げ兵法の次は。よしよし、前に進む。みんな死んでる。学校の校舎だよね、ここ。時間の無駄だって気づかないんだ。なんちゅうことよね。よし、前に進め。前は俺を待ってくれる。みんな死んでる。同じやつがいる。わからん。死にたくないから。死にたくないからです。俺が必死なのは。頑張るしかない。あ、めっちゃいる。どれが本物って。カゴメしよう。カゴメルール知らん。僕1番。はい。僕2番。みんな一緒に見える。か、え、異変を探せってこと？これ怪異はどれだって？僕4番。よく覚えてね。特徴ある？なんか違いある？いや、一緒か？わからん。みんな四つ子ちゃん。目をつぶってね。え、つぶったら終わりやろ。せーの。いらっしゃいって。違う？カゴの中の鳥はいついつでやる。夜明けの晩に鶴と亀が滑った後ろの正面だ。え、分かりっこなくない？てっきり誰だ？え、あ、声で2番。おお、本当に？君すごいね。ごめん、これ4ではないことだけ分かったんで、なんか4ちょっと太い声やったんだった。楽しかったよ。ありがとう。じゃあね。そうだよね、4結構特徴的だなと思ってたから、4ではないなと思って3分の1に当てたという結果になりました。全部勝っちゃったんだ。天才です。
そうまでして進みたいの？おお。帰りたいの？負けたくない。ダメだよ、あそこへ行くなんて許さない。なんで？僕が邪魔してやる。ほら、不良毒振りほどいてみたよ。連打、よし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 、前に進め前に進め。多分チェンジドの主人公もこんぐらいの感覚でやってたんだろうな。僕たちといたくないの？よしよし、行くぞ。君は僕たちが嫌いなの？行ける、俺なら。またうおー、スペースキー連打を思い出す。チェンジドの前に進む前に進む、いけいけいけ。あ、これ押し忘れた、押し忘れ、押し忘れはよくない。よし、1個押し忘れたらアウトなの？これはそうやって自分を苦しめて、思ったより多いなこの罠が。振りほどけ、振りほどいてくれ。何、どの道君は。よし、前に進もう、行くぜ。誰も俺を止められない。またまたかよ。よしよしよし、僕は寂しいよ。やっぱり飴とムチじゃないですけど、その進まなかった時にご褒美があったら俺は進まなかったと思うけど、お前に殺されるのはご褒美じゃないから。お、ご褒美っぽいのがいる。こんにちは。行くなよあそこへ。なんで？あそこは行くよ。本当に？僕を信じてよ。チェンジする？前に進むわ。一番今までで一番足取りが軽い。スキップで近づいてしまう。君は行くべきじゃない。行くべきじゃない。うるせえ。みんな騙されてたんだ。騙されてた。行くよ。ラーンラーンって。全部嘘だったんだ。全部嘘。帰っちゃいけないんだ。これは罠だ。帰るも何も、もうどこなのここは。どうしてもあそこに行くの？行くよ。ここなら僕たちがいるよ。いや、お前たちよりこの子の方が可愛いもん。もう行く。行かなくたっていいじゃない。行ったら君は一人だぞ。いいの？行くぞ。ねえ、行かないで。お願い。寂しいよ。ここにいておくれよ。前に進む。お前は何？こいつもこいつで気になるけどな。僕たちを置いていくの？若干の不気味さはあるけど手を伸ばすわ。この子に殺されるならまあいいかなという気持ちでやらせていただいておりますが、大丈夫？ああダメそう、ダメそう。そんな気はちょっとした、そんな気はちょっとしたけど、まあ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 、これは食らわざるを得ないというか、ダメでした。汚ねえ、汚ねえ音、一番汚ねえ音。ああ帰り道、え？じゃあこれはこれとしてエンディングなの？これは回ですか？回？ノット回？いやー乗ってないですねって。回相談センターには登録されておりません、こちらの回は。背景撮影友人。これはエンディングでいいの？エンディングというかクリアでいいの？これは、まあ、キテレツ相談ダイヤルもなんかベストエンドなのかみたいな感じのエンディングだったからな、最初そんな感じなのかな。ホラーがいて、うん、でも多分そうなんだろうな。じゃあちょっと各地のバッドエンド回収してっか。あ、ババンとこ戻ってきた。この道をお戻りなさい。戻んの？決して振り返ってはいけない。戻る行為に対して振り返るのはいいの？私は後から参ります。本当に？あ、死んだ。ババアの精霊やったこいつは。消えてしまった。とりあえずじゃあこの道を元に戻ったらいいの？じゃあ最初の電話みたいなのは、あ、ゲームクリアなんだ。危険が解放されました。エンドリストで
10種類あんだね。じゃあまあ、うん、とりあえずやっていくか。あの危険は最後ちょっとだけやる。エンド回収で危険やったらと最後の方取りに行けないから。なんだよ、何があっても。なんかジョジョでそんなんあったな。振り返るなって。スタンドか。いやジョジョなんだからそうなんだけどさ、その背中にくっつくやつか。チープトリックだっけそれは。背中見られたらダメか。ここの段階で早すぎん。じゃあこれ食らってみるわ一回。ああ物理幸福ね。幸福って幸せ。幸福、幸福エンド、幸せな。ここから始める、ここから始める。あるんだ。まあでも最初からやるよな。あれか、4部の振り返っちゃいけない道か。思い、ジョジョのやつは。とりあえず、じゃあ、あとは、これは、そうか、最初のは見なきゃいけないのか。何か落ちてるで。振り返らないよ。じゃあこれ押さない。めっちゃ振り返る。どうなんの？振り返ったら何があんの？なんで？こいつにやられるんだ。食われちゃうみたいな。ガキに。ガキが食われた。ガキがガキに食われた。お帰りなんだ。じゃあエンド1はどこだ？前に進むか。とりあえず拾えそうなやつから拾ってこう。いや、腕じゃなくて。振り返らない、押して。結構ちゃんとね、むずいんだよな。お前の後ろだと。帰ってくる。前に進んでいくけど。あ、何か落ちてる。ちゃんと見る。こっちを見てる。調べてもそんなになんかあるわけじゃないのか。何か落ちてる。こう、なんかさ、なんかないかな。この子に殺されるか、一回。女の子に、後戻りする？一緒っぽいけどな。一緒っぽいけど一応やってみるか。後ろを見るじゃなくて後戻りだから一緒っぽ。結局でした。右耳ちぎれた音がした。もう二度と ASMR できないね。右耳が聞こえない。終わった。ここ誰、ここ誰。右耳ないんだけど。右耳がない。右耳がなくなった。どうしよう。右耳がない。右耳ちょうだいだと。右耳なし方一になっちゃったんだけど、どうしたらいい。右耳返せ、右耳返せっていう回になる。俺自身が回となることで。ごめん、ちょっと右耳ないんですけど、どうしたらいいですか。こういう場合はヘルプデスクに。で、右耳がないから左側から声かけてきた。反復横跳びをしとる。今度右目、右目。じゃあちょっと右目を上げようか。今度は後ろ、いやーって、右目は上げられないよ。なんで右ばっかり。よく見えない。フラ、全然もうダメージが、ダメージを負ってるんだけど。帰ってこいって言ってる。お父さんかもしれない。ちょっとどうしよう。もうそういうのじゃなくて、次何奪われんの私。俺の右目だ。あなたの左目
左耳ちょうだい。じゃあもうちょっと全部あげるわ、もうお前に。俺はお前かもしれない。どうなっちゃうの左耳も。やったーって。ああもう何も聞こえない、何も聞こえない。あもう何も怖くない、逆に。あー聞こえないから何が何だかわからないみたいな。じゃあ後戻りするか。もう 何取ろうとしてんのかもわかんないんだ。最強かもしれない、そういう意味では。なぜ振り返ったのかもわからん。多分左目でしょこれは。あ終わった、終わった一回リセットする。あゲームオーバー。おねだり、お前のゲームオーバー大変だね。え、じゃあゲームオーバーちょっと待って、どこかにある1、エンド1もっと手前にあるな。ゲームオーバーになるのも大変だな。あみんな早いな、何急いでんだろうと。うん、まあ分からんけど、とりあえずちょっと先行くか。タイトルに戻ろう。とりあえず前進むか。エンド1以外を回収してから考えよう。よし、じゃあ次が、これどうしたんだろう。お前のその感性もどうなんだ。どうしたんだろうじゃなくて、どうしたんだろう。あ、次この人ね。髪の長い女の人で、じゃあここで後戻りしようか。おや、怖ーって。なんだっけ、この人。あなたの、卵が。どうか言うてたやつね。卵野郎。道連れか。まあでもありがたい、シンプル早い。じゃあもう次のところまで行っちゃっていいのかな。一回次のとこ行こう。いちいちこいつらをクリアしていくと大変だから私の卵どこ。あセリフが違う。マザーの戦闘に入る時みたいなうーんだったけど。じゃあ次がここか。ばあちゃんのとこ。ばあちゃんのとこでは何もないか。じゃあ家に入るしかないか。まあ、とりあえずはここまで。じゃあここで前に進む、押さない。ここで振り返る。もう諦めちゃうんだ。ああ。え、じゃあこれさ、知ってるやつじゃない。敗北か。あれ、じゃあなんか一個取り逃すな。じゃあちょっとここか。じゃあここで一回振り返ってみる。一緒っぽいけどな。私の卵どこ。じゃあだるまさんが転んだで負けてみるか。今動いた。あー、敗北だから一緒か。ちょっと待って、そうなるとなんだ。うわ捕まった。来たの。つまんないの。すぐ負けると思ったのに。早く先に進みなよ。次の子が君を待ってるよ。じゃあここで旗揚げじゃなくて旗揚げ前か。油断しちゃダメだよ。一番ムカつくな。あ油断なんだ。あムカつかない、ありがとう。だるまさんが転んだの再挑戦しますか。だとだるまさんが転んだもう一回やなきゃいけないの。これ結構めんどくさいんだけど、普通に普通に一番めんどくさい。これなぜなら結構大変だから。しかも失敗したら終わるからさ、あんまり派手にやれないしさ。そうか、ひっくり返るときにクリックするやつ消えるから、基本的にこの後出てきたやつがアウトなだけで、ギリギリのタイミングだったらそもそも押せないのか今みたいに。あんまりじゃあ
多分これはのべっこれの仕様なのか分かんないけど、アウトのボタンを消し、セーフのボタンを消してアウトのボタンを表示させてんだな、これ。めたいこと言うと、だるまさんが転んだ、うん、だからこうやって押せないだけで別にアウトにはならないというか、だるまさんが転んだ、捕まった。そしてこれあれだな、何回タッチするとか蓄積じゃなくって、出てきたやつ全部押せたら進むんだ。君楽しちゃ、全然その仕様分かってなかったから時間かかってたんだ。すぐ負けると思ったのに。全部押したら進むんだね。早く先に進みな、そこまで。よしよし、旗揚げもクリア。なんだよもう、早く負けないかなって待ってたのに。これも油断かな。次は勝てっこないよ。ほら、行った行った。じゃあここで振り返ろうか。めんどくさいな、旗揚げもっかいやんなきゃいけないのも。これ油断っぽいけどな。これでみんな負けちゃった。でもこれが油断じゃなかった時もっかいやらなきゃいけないから、もうしょうがない。これは必要経費だ。リスクを取った。旗揚げを2回やることの方がマシだと判断した。僕2番。僕3番。僕4番。じゃあカゴメ失敗するか。じゃあめんだあれ。誰だ。1っぽいな。4じゃないだろ。オッケーオッケー。これが、あれ敗北なの？なんだよそれ。誰だ。あんかな。じゃあこれ時間切れ狙ってみるか。くそ。え？僕誰だ。4番かな。僕が邪魔してやる。ほらほら、じゃあこれ動いてみなよ。いやでもこれ多分普通に、これ多分どうだろう、幸福だよな。そうだよな。あ、来た来た来た。この子が来た後に振り返ったらいいのかな。うん、前に進まないって言ってもなさそうだな。あ、じゃあここだな。手を伸ばさない。これもこれでなんか、こいつもこいつでなんだよな。これ油断？あ、怒ってる。なんかあれだな。ここでずっと遊ぼうよ。ガンツの何々星人とかで見た気がする。みんな一緒。よし。じゃあこれで、4、5だけな、わかんないんだよな。卵のあたりだよな、多分。私があなたのお母さんよ。あ、ここか。振り返る。これに引っかかったらいい。騙された、騙された。これは別のエンディングでやってくれ。よし、欺瞞欺瞞で最後だよな。エンド1だから。だから言ったのに。なんてことだい。これがエンド 1？ 警告。条件がわからん。全部集めて初めから押したらってことかな。よし、ということで、全エンディングでございましたということでございますね。で、おまけページ、この全回収特典については、実況で載せられないみたいなので、ぜひ皆様プレイして見てみてください。じゃあ一回ちょっと難易度危険にして死ぬまでやってみるか。どの程度パワーアップしてるか。後ろを見て振り返らない。あー、罠がやば。これやばいな。ストレスえぐいぞ。振り返らない。このスピードでこれ出されて。お前の後ろだ。振り返らない。まあいけんことはないけど。なるほどね。
急に後戻りしないしない。またしつこすぎる。こいつが出てくんだね。いや、あ、後戻りするも混ざってる。あ、やっば。振り返らない振り返らない。まあ、文字数あ、あ、今のはちょっと犯罪ですわ。はい、ということで右耳なくなったところでお疲れ様でした。ご視聴ありがとうございます。みんなも右耳は大事にしてね。